どうもこんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です、えー、今日もこのコーナーでは本日朗読していく作品を紹介していきたいと思います、えー、今日朗読するのはですね甲賀三郎作血液型殺人事件です甲、えー、賀三郎はですね1893年生まれ1945年没ということでですねで探偵小説作家の中でもいろんなジャンルがありまして 香川、えー、三郎はですね本格派探偵小説作家に分類されるようで、えー、文学性とかよりもこうトリックの論理性に重きを置いた作品を執筆していたということらしいですね。でご自身の,あの書いたものの中にもこう探偵小説の定義というか、まあ、探偵小説というのはこういうものだと香川、まあ、三郎が考える、えー、探偵小説の定義みたいなものが書いてありまして。えー、探偵小説とは まず犯罪をもとして殺人が起こりその犯人を捜査する人物必ずしもこれは職業探偵には限らないということらしいんですが、えー、その人が主人公として活躍する小説であると、えー、こういうふうに定義づけていたようです自分の中に探偵小説というのはこういうものだっていうのがね強くあった作家さんのようですねでそのの探偵小説の 定義というかもうこういうものだっていうことでちょっと他の作家さんとあまり論争になったり <laughs> したりも <laughs> したようで、えーまあ、すごく考えのしっかりした方だったのかなって印象を受けました、えー、そしてこの血液型殺人事件は1934年に発表されたものですもちろんこの作品もですねその定義に漏れず事件が起こってでこの主人公がですね それを、ね、操作していくまあ推理していくという形で、えー、物語が進んでいきます、えー、高賀三郎が動きを置いていた論理的なトリックにも、ね、注目しながら楽しんでいただければ幸いですそれでは改めまして高賀三郎作血液型殺人事件ですそれでは本編をどうぞ 高賀三郎血液型殺人事件任侮一年毛沼博士の変死事件は今でも時々夢に見てうなされるほど薄気味の悪い出来事だったそれからわずかに一月経たないうちに父とも仰ぐ恩師笠上博士夫妻が 思いがけない自殺を遂げられた時には私は驚きを通り越して魂が抜けたようになってしまい涙も出ないのだったようやくに気を取り直して博士が私にあてられた唯一の遺書を読むと私はたちまち奈落の底に突き落とされたような絶望を感じた私はすぐにも博士夫妻の後を追ってこの世にいとまをしようとしたが かろうじて思いとどまっったたのだったその当時私は警察当局からも新聞記者諸君からもどんなに厳しく遺書の発表を迫られたかわからぬしかし私は固く博士の意思を守って1年経たなければ公表ができないと最後まで頑張り通したそのために私は世間からどれほどの誤解を受けたことであろうしかし それは仕方がなかったのだこうして私にとってはつらいともやるせないとも悲しいとも苛立たしいとも何とも言いようのない人気の一年は過ぎた恩師笠上博士夫妻の一周忌を迎えてここに公然と博士の遺書を発表することを許され私は長い間の心の重荷をせめて一部分だけでも軽くすることができて どんなにほっとしたかわからぬ。以下私は博士の遺書を発表するに先立って順序として毛沼博士の変死事件から始めることにしよう毛沼博士の変死2月11日すなわち紀元節の日だがこの日はひどく寒く午前6時に零下5度3分という 東京地方にはまれな低温だった私は前夜の飲みすぎと学校が休みなのとそのひどい寒さと3拍子そろった原因からすっぽり頭から布団をかぶって9時が過ぎるのも知らずにいた「うざわさん!」ふいに枕元で呼ぶ声がするのでひょいと頭を上げると下宿の女将が青い顔をして 疑り深そうな目でじっとこちらを見つめているどうもただならぬ景色なので私は寒いのも忘れてむっくり起き上がった何か用ですかすると女将は返事の代わりに手に持っていた名刺を差し出した何より前に私の目を打ったのは S 警察署刑事という肩書だった どうしたんですか私はドキンとして我ながら恥ずかしいほどドギマギした別に警察に呼ばれるような悪いことをした覚えはないのだけれども腹ができていないというのだろうか私はだらしなくうろたえたものだった女将は探るような目つきでもう一度私を見ながら何のようだかわかりませんけれども会いたいんだそうです私は 大急ぎで着物を着替えて見られた頭髪をかき上げながら絵画に降りた絵画にはきちんとした服装をしたモダンボーイのような若い男が立っていたそれが S 署の刑事だった「宇沢さんですか実はね毛沼博士が死なれましてねええ私は飛び上がった まるで夢のような話だ私は昨夜遅く毛沼博士を自宅に送ってちゃんと寝室に寝るところまで見届けて帰ってきたのである私だってとにかくもうふたつきすればイカの3年生になるんだから危険な兆候があったかなかったかくらいはわかる毛沼博士は酒にこそ酔っていたがどこにも危険な兆候はなかった博士は 年はもう52だが我々をしのぐほどの元気で体にどこ一つ故障のない素晴らしい健康体なのだ私が飛び上がったのを見て刑事はにやりと笑いながらあなたは昨夜自宅まで送ったそうですねええ参考のためにお聞きしたいことがあるのでちょっと書までご苦労を願いたいのですがまさか 殺されたのじゃないでしょうね病死ということはどうしても考えられないのでふと頭の中に浮かんだことだったが頭がまだ命令も何もしないのに口だけ勝手に動いたように私はこんなことを言ってしまった刑事はそのモダンボーイのような服装とは打って変わった鋭い目でじろりと私を見て書でゆっくりお話ししますからとにかくおいでください そこで私はそこそこに支度をして半ば夢心地で S 署に連れて行かれたのだった私はしばらく待たされた後、調べ室に呼ばれた頭髪を短く刈った肩の角ばったいかにも警察官らしい人が粗末な机の向こうに座っていた別に誰とも名乗らなかったが話のうちにそれが署長であることが分かった あなたは昨夜桂マ博士を自宅まで送ったそうですね所長の質問も宣告刑事の言った通りの言葉で始まったはあ何時頃でしたか10時過ぎだったと思いますとこの時に博士邸の寝室に置いてあった時計を思い出したのでそうでした寝室を出る時に確か10時35分でした

他に、助教授が一人、助手が一人、M 校出身がいるのですけれども、差し支えで欠席でした。会場では、変わったことはありませんでしたかええ、別に。私はこの時に、会場でケヌマ博士と笠上博士とが、いつもとは違って、なんとなく話し合うのを避けていたようだったのを思い出したが、取り立てて言うほどのことでもなし、それには言及しなかった。 ケヌマ博士は元気だったですかええ。酒は大分飲まれたですかええ、かなり飲まれました。どれくらい正体のなくなるほど。い,いえ、それほどではなかったと思います。自宅へ帰っても、ちゃんとご自身で寝まきに着替えて、ありがとう、もう君帰ってくれたまえと言ってお休みになりましたから。君は、 いつも先生を送っていくのですかい,いえそういうわけではありませんけれども先生の家は私の近所だものですからみんな送っていけというのでケルマ博士と君とが一番先に出たんですねいいえ笠上博士が一足先でしたやはり誰か送っていったのですかいいえ笠上博士はお酒をあまりお飲みになりませんので ほとんど酔っていらっしゃいませんでしたからケ毛マ博士が家に入ってから寝られるまでの間をできるだけ詳しく話してくれませんかそうですね円卓から降りてだいぶ足元のヨロヨロしている先生の手を取って玄関の中に入ると先生はペタンとそこへ腰をかけてしまわれました取り次ぎに出たばあやさんが「まあ」と顔をしかめて私に「 すみませんけれども、先生を上に上げてください、というので。玄関に出たのは、バあやだけでしたかいいえ、女中がいました。女中は下に降りて、先生の靴を脱がせていました。書生はいなかったのですね。ええ、いつもいる書生が、二、三日暇をもらって故郷に帰ったという話で、それで私が頼まれたのですが、 私は頭の方を持ちばあやと女中が足の方を持って引きずるようにして洋間の寝室へ連れていきましたその時に寝室にはガスストーブがついていましたかいいえついていませんでしたばあやがストーブに火をつけますと先生はもつれた舌でもっと前からつけておかなくちゃ寒くていかんじゃないかと言いながらよろよろと手足を踊るように動かして 洋服を脱ぎ始められました。そして寝まきに着替えて寝られたんですねええとうなずいていようか言うまいかとちょっとためだったがやはり言った方がいいと思ってその時に先生はひょろひょろしながら上着やズボンのポケットからいろいろなものをつかみ出してそばの机の上に置かれましたが1品だけ ポケットの中で手に触るとハッとしたように一瞬間体のよろめくのを止めて緊張されましたがその品を私たちに見せないようにしながら手早く取り出すと寝台の枕の下に押し込まれました何でしたかそれは小型の自動拳銃でしたうん所長は私が何も隠さないのを称賛するようにうなずいて先生は 以前からそんなものを持っておられましたか存じません。見たのが昨夜初めてですから。その他に変わったことはありませんでしたかええー、他にはありません。先生は寝巻きに着替えるとすぐ寝台に潜り込まれました。そして帰ってくれたまえと言われたのです。それですぐ帰ったのですねええー。 またためらら。いながら先生の寝室へ入ったのは初めてですからちょっと好奇心を起こしましてしばらくと言ってもほんの12分ですが室内を眺めました眺めただけですか珍しい現象や学会の雑誌が机の上に積んでありましたのでちょっと触りました本だけですかええ他のものは絶対に触りません それから部屋を出たのですね。ええその間にバーやと女中とが先生の脱ぎ捨てた洋服をざっと片付けてそれぞれ手に持っていました私が出て続いてばあやと女中とが出ましたガスストーブはつけたままでしたねええそうです君が出た時に先生はとうに眠っていましたか 半分眠っておられたようです。むにゃむにゃ何か言いながら枕に押し付けた頭を左右に振っておられました。すぐ立ち上がってドアに鍵をかけられた様子はありませんでしたかええー、気がつきませんでした。鍵がかかっていたんですか所長はしかし、私の質問には答えなかった。伝統はバーヤが消したんですね。ええー。 扉に近い内側の壁にスイッチがありまして、それを出掛けにばあやが押して消しました。おかげでよくわかりました。もう1つお聞きしますが、君は先刻迎えに行った刑事に先生は殺されたのじゃないかと言ったそうですが。私はドキンとした。余計なことを言わなければよかったと後悔した。しかし、所長は？ 私の心の中などはおかまいらし、い。どんどん言葉を続けていた。どういうわけでそういうことを言ったのですか。わけもないのにそんなことを言われるはずがないと思いますがね。勝利者と惨敗者。私がケヌマ博士が死んだということを聞いたときに。 殺されたたののでではははなないいかかと思っっ別に深い根底があるわけではなかったのだ前にも言った通りケヌマ博士の死が病死とは考えられなかったしと言って博士が自殺するということはそれ以上に考えられないことだし過失死ということもちょっと思い浮かばなかったのでつい殺されたのではないかと口を滑らしたのだがと言って全然理由がなかったわけでもない。 まず第1はケヌマ博士が自動拳銃を持っていたということそれから第2には博士が最近蓋見つきなんとなく物を恐れる風があったことだった一体ケヌマ博士は外科の教授にありがちな合法来楽なところがあって主語ではあるし講義もキビキビしていて52歳とは思えない元気はつらつたる人で生司には肯定しないという立ちだった ところがこの二三つきはそんなに目立つほどではないがなんとなく意気消沈したようなところがありちょっとした物音にもギクッとしたり講義中につまらない間違いをしたりいつも進んでする手術をわざと若い助教授に譲ったりささいなことながら少し平素と変わったところがあったのだ私は所長の顔色を伺いながら 別に深い理由はないのですが先生は近頃何となく様子が変だったしそれにピストルなんか持っておられたものですからと私の考えを述べた所長はうなずいてもう一つ聞きますがね君はケヌマ博士がなぜ一生独身でいたかその理由について何か知っていることはありませんか私はまたハッとした 私が密かに恐れていたことに突き当たったような気がしたのだ。私はしかしすぐに答えた。存じません。知らないと答えたことは決して嘘ではなかった。知っているといえば、なるほど知っている。しかし、それはみんな噂が元で。それに私自身の憶測が加わったに過ぎないのだ。確実に知っていると答えられる範囲のものではない。 噂によると毛沼博士は若い時に失恋をしたということだしかもその相手の女性は笠上博士夫人なのである毛沼博士と笠上博士とは郷里も隣村同士で同じ県立中学に机を並べ1番2番の席次を争いながら同じ M 校に入学しここでも成績を争いながら帝大の伊香に入学したここでは ケヌマ博士は外科、笠上博士は方位と分かれたがそれも卒業してからのことで在学中はやはり競争を続けていた考え方によると両博士は実に不幸な人たちでまるで互いに競争するために生まれてきたようなものであるしかもその争いは武器を取って私有を決する闘争ではなく暗黙のうちに教理の評判や学科の点数や や社会的地位を争うのだからそこに不純な名誉心や嫉妬心や猜疑心が介在してくるから本人たちにとっては非常に苦しいものだったに違いないと思う噂をして誤りなくまた私の推察が正しければこの2人は場合によっては名誉も牽制も生命も平利のように捨てようという恋を争ったというのだから 実に悲惨である。三角関係にどんな戦いきさつがあったか知らないがとにかく笠上博士が恋の勝利者となりケヌマ博士が惨敗者となってついに一生を独身に送ることになったのだ私は M 校出身ではあるけれども東京で生まれ東京で育った人間なので帝大に入って初めて亮博士に接しそういう噂話を耳にしたのだが。 来3年間に親しく両先生の教えを受けことに笠上博士には一層近づいて家族へも出入りしたので今言った噂話が一片の噂でなく事実に近いものであることは十分推察せられていたのだったしかし両先生の口や笠上博士夫人の口から直接聞き出したことではなし何の証拠もないことであるから 私は所長の質問に対して知らないと答えたのである所長はしばらく私の顔を見つめていたがそのことについてはもう追及しようとせず質問の矛先を一転したのだった君は笠上博士のところへよく出入りするそうですねはあいよいよ来たなと思った私がひそかに恐れていたのはそれだった 全く私は笠上博士のところへはしげしげ出入りしていた今では私は博士をただに恩師としてでなく自負のように慕っているのだ静かに考えてみると私は別にそのために恐れるところはないのだよし笠上博士と毛沼博士とが恋の三角関係があったにせよそれはもう二十数年も以前のことなのだ その当時こそ互いにどんな感情を持ったかわからないが次来二人は同じ学校に行動を持って何事もなく年月を送り今はもう互いに50の年を超えている今更二人の間にどうということがあろうはずがないしたがってケヌマ博士が自宅の一室で変死を遂げたにせよそれが笠上博士に関係がありそうなことはないのだ しかし今こうやって所長から事新しく毛沼博士が独身生活をしている理由や私が笠上博士と親しくしていることなどを聞かれるとそれは私の記憶に過ぎないだろうけれどもなんとなく気味が悪いのだ。なんと言っても私がケヌマ博士を自宅の寝室まで送り届けたのだしおそらく私が生きているケヌマ博士を見た最後の人間だろうから。 それを笠上博士と親しくしていることに結びつけて変な目で見られると油断のならない結果を招くかもしれない全く世の中に誤解ほど恐ろしくかつ弁解しにくいものはないのだ私は打足だと思いながらも言い訳がましく付け加えることを止められなかった僕は将来方位の方をやるつもりなので笠上博士に一番接近しているわけなんです うん。所長は、私が恐れているほど、私と笠上博士との関係を重要視していないらしく、軽くうなずいて、笠上博士というのは、大変変わった人だそうですね。ええー、少し。夫人は大変美しい方だそうですね。ええー、でももう四十を超えておられますから。しかし、 実際の年よりよほど若く見えるようじゃありませんかええ人によっては30そこそこに見られるそうです笠上博士は家庭を少しも顧みられないそうですねええ私は肯定せざるをえなかった全く博士は学問の研究にばかり没頭して美しい婦人などは全く眼中にないようなのだ 昔は知らず今はこれが激しい恋愛をした間なのかと疑われるくらいである笠上博士は学問以外に何もない博士の恋人は学問だと言われているそうですねええそれで夫人にはいろいろの噂があるそうじゃありませんかそんなことはありません私は少しムッとしながら答えた 博士夫人は博士からそうした冷たい取り扱いを受けながら実に低縮に仕えた何一つ非難されるところのない人なのだ所長は探るような目つきで私を見ながら「そうかな夫が仕事に没頭して家庭を顧みない勢い妻は勝手なことをする」なんてことは世間にありがちなことだからな他の家庭は知りませんが 笠上博士の夫人は絶対にそんなことはありませんしかし君のような若い色男が出入りするんだからね何たる侮辱だ私は唇をブルブル震わせた何と言われるのですぼ僕は笠上博士を警護のあまりお宅にたびたびお伺いするのです一体あなたは何を調べようとおっしゃるのですか私の剣幕が激しかったためか 所長はニヤニヤしていた笑顔を急に引っ込めてそう無気になっちゃいかん僕はそういう事実があるかないかということについて調べているんだからね事柄によります第一そんなことを何の必要があって調べるんですか必要があるかないかということについて君の指図は受けない所長はちょっと景色晩だがすぐ元の調子になって この話は打ち切りとしよう。君は包囲の方に興味があるそうだが、これを一つ鑑定してくれませんか。所長は机の引き出しを開けて、紙切れのようなものを取り出した。血液型の研究私はここで少し脇道に入るけれども、 私と笠上博士の奇妙な因縁についいてて述べておきたいと思う。笠上博士も毛沼博士も前に述べたように M 校の先輩ではあるけれどもそうして無論 M 校在学中にどこの学校にもあるように先輩についての自慢話にいかには先輩のそうそうたる教授が2人まであることはよく聞かされていたが親しく接するようになったのは大学に入ってからのことであった。 両先生の教授を受けるようになってから、誰でも経験するように私はすぐに毛沼博士が好きになって笠上博士はどっちかというと嫌いだった毛沼博士は来楽で朗らかであるのに笠上博士は青白い顔をして陰気だったから誰でも前者を推いて後者には親しまなかったのだったまったく漁博士のように故郷を同じくし 中学から大学まで同じクラスで同じ道を進み卒業後も肩を並べて同じ学校の教授の席を占めているということも珍しいがその性格が全く正反対なのも珍しいと思うケヌマ博士は表面合法で来楽で酒も飲めば独身の関係もあるがカフェ歩きやダンスホール通いもするし談論風発で非常に社交的である。 だから誰でもすぐ幻惑されて敬愛するようになるがよく観察すると内面的には昇進でなかなか意地の悪いところがありかつずるいところがある自分の名声については救急としてそれを保つためには時に巧妙な卑劣な方法をとることを辞さない優れた学識と外科手術の手腕を持つ助教授が「栄転」という美名のもとに 地方の大学の教授に巧みに敬遠せられた例が二三あるし弟子に研究させてそれを誇らしげに自分の研究として学会に報告したことも私は知っている何しろ口がうまいから空粗な講義の内容も十分ごまかされるし学者仲間にはともかく世間に対してはいかにも学色のある徳学の師のように見せかけることは言い,いたることである そんなわけで先生のさっそうたる講義に接した最初はどの学生でもみんな言惑されてしまうそうして多数は最後まで引きずられていくのだところがこれに反して笠上博士は表面まことに陰気で不愛想で口下手だ酒も飲まないし変に堅苦しくて誰だって親しめるものではないしかしよく観察すると 内面的にには実に親切な人で慈悲深く意地の悪いところやずるいところはみじんもなく学問に忠実で公平無視だ弟子は少ないけれども非常によく可愛がって自分の功績を惜しげもなく譲ってしまう毛沼博士は自分に都合のいい人間はよく可愛がるが都合の悪い人間は排斥するし 昨日までよくても今日はもう悪くなるというふうだが笠上博士は自分の悪口を言うような人間でも学問の上で見どころがあればどこまでも親切に面倒を見るつきあえばつきあうほど親しくすればするほど味の出てくる人である私は N 大学の A 教授のように血液型で人の性質が定まるものだとは考えないしかし ケヌマ博士と笠上博士との血液型が全く異なっているのは興味のあることだと思うすなわちケヌマ博士は B 型で笠上博士は A 型なのだしかもこの血液型の相違が後に痛ましい悲劇の重大要素となりこの物語の骨子ともなるのだから軽々しく見逃すことはできないのだ人間の血液型については 今日ではほとんど常識的になっているから、ここに改めてくどくどしく述べる必要はないが、後にこの物語に重大な関係を持ってくるし、私を笠上博士に結びつけたのも、血液型の問題が重要な役目をしているので、ここでちょっと触れたいと思う。笠上博士が法医学が専門であることはすでに述べたが、先生は血液型については最も深く研究せられて、 その第一のの第者なのである。人間の血液がそのうちに含まれる血球と血清の性質によって ABOAB の4型に分類されることはもはや動かすべからざることでありその分類も比較的容易にできるから法医学において重要視するのはむしろその応用にあるのだ。中でも一番重要なのは血液型による 親子の決定であるそもそも中高といい仁義といい霊知神といい人臨の根本となるべきものは親子であるところが文化が非常に進んだ今日いまだ科学的に確実に親子を決定すべき方法がないのは悲しむべきことであるが事実であるのは致し方がないしかし血液型の研究によって相当の程度まで 親子にあらずという決定はできるすなわち両親のどちらにも A 型がない場合には子には決して A 型は現れないし双方に B 型のない場合は子には決して B 型は現れない父が A 型であり母が O 型である場合に子が B 型あるいは AB 型であればその父なり母なり あるいいは双方ななななりが否定されなけれけばならない母が確実であれば無論父は他にあるのであるしかしながら父が A 型母が O 型で子が A あるいは O 型の場合その両親は否定されないけれども積極的に肯定することはできないなぜなら O 型の母は他の A 型の男子によって A あるいは O 型の子をいくらでも産むことができるからだところで AB 型に関係してくると学説が二つに分かれるすなわち二対対等形質説に従えば四遺伝単位説となって両親のどちらかに AB 型があれば子供には各型のものが生まれることになっているもう一つの三遺伝単位説に従えば O 型と A b 型との間からは、A 型または B 型が生まれ A と AB 型 B と AB 型 AB 型同士からは ABAB 型が生まれて決して O 型は生まれない要するに AB 型からは決して O 型は生まれず O 型の親には決して AB 型はないということになるのだ。この両説は、 久しい論争の後に公説が正しいことが実験的に決定したと言っていい笠上博士は熱心な三遺伝単位説の支持者でそのために涙ぐましいような努力を払われている私はいかに入学後だんだん法医学に興味を持つようになり事に血液型とその応用について最も興味を覚えたので勢い笠上博士に近づかざるを得なかったのだが 初めにも言った通り博士は非社交的で堅苦しくて容易に親しめなかった友人の中には私が法医学に進もうとするのを嘲笑して「笠上さんなんて意味ないぜ」と言ったものさえあったしかし少しずつ接近していくうちに博士には陰気の裏には誠意があり堅苦しい反面には慈愛があり 無愛想の一面には公平無視のあることがだんだん分かってきたので私は敬愛の度を次第に増していったところが1年ばかり以前に次のような出来事があって先生が「自宅へ遊びに来ませんか」という24年の教授生活にいまだかつてどの学生にも言われたことがないという言葉をもらい私たちの信仰は急速に進展したのだった 血液型に興味を持った私は無論自分の血液型を測って A 型であることを知ったがさらに両親や兄弟の血液型を調べて統計上の助けにしようと思って先生の指導を仰いだその自分には先生も私を熱心な研究生と認めて大分好意を示しておられたので快く血液型決定のメトロードを教えてくれて それれに必要な血清を分与さたたのだった私は早速父母をはじめ低米の血液型を調べたが思いがけない結果が現れたのであるすなわち私の父は B 型母は O 型で低米ともに O 型なのだところが私一人だけ A 型である しかも血液型の定説に従えば B 型と O 型の両親からは絶対に A 型は生まれないことになっていると言って私が両親を疑わなければならない理由は全然ないのだ私はこのことを先生に報告して例外じゃないのでしょうかというと先生はじっと私の顔を眺めて 測定の間違いいはないでしょうねと言われた先生はいつも口癖のように血液型の決定は一見非常に容易なようで素人でも一回教わればすぐその次からできるように思えるまた事実できもするのであるが決してバカにしたものでなく十分の経験と周到な用意を持ってしないと往々にして他の原因で凝集するのを見誤る場合があるから。 経験の足りないものの測定は危険性があるということを強調しておられたのだった大丈夫だと思うのですけれどもと答えると先生はしばらく考えてもう一度やってごらんなさいと言われたそれでもう一回やってみたのだが結果はやはり同様だった先生は君の手腕を疑うわけではないんですが 一度採決してて持ってきませんかそこで私はまたかと嫌がる両親手前からそれぞれ少量の血を取って先生のところへ持って行ったそれから23日して先生は結果については少しも触れないで「君は今の家で生まれたんですか?」と聞かれたい,いえ今の家は越してからまだ56年にしかなりません。 僕は病院で生まれたのだそうでですよ。病院でええ初産ですし大事を取って四谷の軽病院でお産をしたんだそうです病院で先生はびっくりしたように言われたがすぐにいつもの冷静な調子で「ああそうですか」と言ってそれっきり何事も言われなかったそれから1週間ほどたつと 先生がふいに「君自宅へ遊びに来ませんか?」と言われたのだった私は無論喜んで先生の好意ある言葉に従ったそれから私は足しげく出入りするようになった私が訪問すると先生はすぐに書斎に入れていろいろ有益な話をしたり珍しい現象を示したり私の家のことを聞いたり 平成無口な非社交的な先生としてはそれがどれほどの努力であるかということがはっきり感じられるほど一生懸命に私をもたらしてくれるのだったそれによって私は先生の内面に満ちあふれる親切と慈愛とを初めて知ることができたのだった博士夫人にもたびたびお目にかかった夫人は前にも言った通り 実際の年よりもとうも若く見えるほど美しい人でほとんどおろいっのない顔ながら白くつやつやしく飾り気のない服装ながらいかにも清楚な感じのする人だったただ意外なのは夫婦の間がなんとなく他人行儀でよそよそしいことだった博士は私に対しては勤めていろいろな話をされるにもかかわらず夫人に対しては 必要な言葉以外にはほとんど話しかけられずたまたま話しかけられる言葉もいつでもせいぜい45文字にしかならない短いものだった私は2人の結婚が激しい恋愛の後に成立したと聞いていたのでこの冷たい中を見てどうも合点がいかなかったしかし考え方によるとこうした他人行儀的態度は博士の性格に基づくもので学問に没頭して それ以外の何の興味もなく何の興味もない博士のことであるから必ずしも冷たいというものではないのかもしれないのだ夫人はあくまで怨霊低縮だった少しも博士の意に逆らおうとせず自分を出そうとせず控えめにして書斎の出入りには足跡さえ立てないというふうだった私に対しても控えめなしかし 十分な行為を示された決して一部で憶測しているような博士は博士夫人は夫人といったような離れ離れの夫婦ではなかった噂によると10年ばかり以前に夫婦の間の一粒種だった男の子がういくつかで死んでからだともいいまたそれは結婚すると間もなく始まったともいう私にはどっちが正しいのか それとも両方とも間違っているのかわからない話がだいぶ脇道に入ったがこれで私が血液型の研究から博士と非常に親しくなった経緯は分かってもらえたと思う話を本筋に戻そう脅迫状所長は机の引き出しから紙切れを取り出して 私に示した紙切れは薄いケント紙を長方形に切ったものでハガキよりやや大きいかと思われるものだったそれにルンドシュリフトという製図家の使う一種の書体で次のような文字と記号が書かれていた「ドイツ語ですね」私は言った。 22年前を思い出せと書いてありますねそれから「ワルーム」「なぜ」というのですがこの記号は私は首をひねったとかく人は物事を自分の一番よく知っている知識で解決しようとするものだ例えば患者が激しい腹痛を訴えた時外科医はすぐ盲腸炎だと考え 内科医はすぐ炭石病だと考える、というようなことが言われているそこで私はこの記号をすぐ血液型ではないかと考えたそしてこれは間違いではなかったのだがえっ、ー、とこれは血液型のことを言ったのじゃないでしょうかどういうことですかつまりなぜですねなぜ、 O 型と A 型かか。ら B 型が生まれるか何のこことととでです、すそそれは。うういうことですね。O、型と A 型 A の両親から B 型が生まれるのはなぜかということなんでしょうそれと前の言葉とどういう関係があるんですかわかりませんふん。<laughs> 所長は仕方がないというふうにうなずいた私は聞いた 一体何です、これはケヌマ博士の寝室で発見されたんですええー、意外だったが意外というだけでそれ以上の考えは出なかったそれよりも今まで肝心のことを少しも分からせないで散々尋問されたことに気がついたのだった私はもはや猶予ができなかったケヌマ博士はどうして死んだんですか ガスの中毒ですよ。ストーブ管がどうしてか外れたんですね部屋中にガスが充満していてね今朝8時ごろにようやく発見されたのです過失ですか博士のまあそうでしょうね部屋の扉が内側から鍵がかかっていましたからねじゃあ博士が管を蹴飛ばしでもしたんでしょうか 私が出たときには確かについていましたからそうです博士が少なくても一度起きたということは確かですから鍵をかけるときにですね8時までも気がつかなかったのはどういうものでしょう休日ですからねそれに前夜遅かったしぐっすり寝ていたんでしょう説明を聞くと十分あり得ることだ現に 地名の市でストーブのガス漏れから死んだ人も一にあるだが私には毛沼博士の死がどことなく不合理な点があるような気がするのだったじゃあ過失と定まったのですかええ所長はじろりと私の顔を眺めて大体決定していますしかし相当地名の方ですから 念を入れなくてはねそれでわざわざ来てもらったのですがご足労ついでに一度現場へ来てくれませんか現場についてお聞きしたいこともあるしそれに君は方位の方が詳しいから何か有益な忠告がしてもらえるかもしれない忠告なんてできる気遣いはありませんけれども喜んでおしますよ。私たちはすぐ自動車を買ってケヌマ博士邸へ行った。 もう十時を少し過ぎていて、い曇りがちな空から薄日がさしていたが外は依然として寒く街路にまかれた水はいまだカンカンに凍っていた屋敷前に見張りをしていた制服巡査は寒そうに肩をすぼめていたが所長を見ると急に直立してうやうやしく敬礼した寝室は死骸もそのまま少しも手がつけてないで保たれていた 昨夜あんなに元気だった博士はもうすっかり血の毛を失って半目を見開き口をゆがめて布団から上半身を表しながら硬直して事切れていた私はちょっと不審を起こした死体の硬直の様子から見ると少なくとも死後10時間は経過しているように思われるそうすると博士の死は 夜半の12時後になり、私たちが部屋を出てから1時間半後には絶命したことになる仮に私たちが部屋を出た直後博士が起きて扉に鍵をかけその時に誤ってストーブの管を抜いたとしても絶命までにはガスの漏えいは1時間半であるわずかに1時間半の漏えいで健康体が完全に死ぬものだろうか 私は部屋を見回した部屋は12畳くらいの広さで天井もかなり高い今はすっかり窓が開け放たれているけれども仮にすっかり閉められたとしても天井の隅には金網を張った通風口が2か所も開けてある私にはガスがどれくらいの毒性のあるものか正確な知識はないがこの部屋に このガス管から1時間半噴出したとしてあるいは知覚を失うとか半死の状態にあるとか火死の状態になるということはありうるかもしれないがその時間内に絶命するということはどうかと思われるのだ私がキョロキョロ室内を見回したので所長はすぐに聞いた昨夜と何か変わったところがありますかいいえ と答えたが署長の言葉に刺激されてふと昨夜興味を持った雑誌のことを思い出して机の上を見ると「私は確かにちゃんと揃えておいたのに少し乱雑になっているようである」「夜中に博士が触ったのだろうか」と思いながらそばに寄って一番上の雑誌を取り上げてちょっとページを送ってみたが私は思わず「あっ」と声を出すところだった。 しかしかろうじてこらえてそっと所長の方を盗み見たが幸いに床の上にしゃがんでしきりに何か調べているところだったので少しも気づかれないようだった何が私をそんなに驚かしたのか私は昨夜ここへヌ沼博士を送ってふと机の上の雑誌を見て興味を持ったのはそれがかねて私がというよりは 笠上博士のために熱心に探し求めていた雑誌だったからであるそれは12年以前にドイツで発刊された医学雑誌であるがその中には法医学上貴重な参考になるべき特殊な一死体の写真版が載っていたのだったこの雑誌は日本に来ているのはごく少数であるばかりでなくドイツ本国でも発行部数が少ないので どうしてもも手に入らなかったものだったたのだ昨夜ふとこの雑誌を見つけた時に毛沼博士は笠上博士がこれを欲しがっていることを知っているはずだし毛沼博士にとっては専門違いなものでさして惜しくもないものだから快く進呈すればいいのに持っていながら黙って隠している意地悪さにちょっと疑憤を感じたのだったが今開いてみるとどうだろう そのの写真版だだ。けが引きちぎってあるのだしかもそれが非常に急いだものらしく写真の隅の一部が残っているほど乱暴に引きちぎってあるのだ博士は寝台の上で半眠の状態にいて私がこの雑誌を見たことを知って私が部屋を出るとすぐに起き上がって急いで引きちぎったのだろうか。 博士はそれほどのことをしかねない人であるしかしながらそれをそんなに急いでしなければならないだろうか私が再び部屋に帰ってきてそれを持っていくことを恐れたのだろうかそれなら写真版だけ引きちぎらなくても防ぐことはできるではないかまさか私が夜中にそっと盗みに来ると思ったわけでもないだろう何とも仮点のいかないことである 私はできるなら机の引き出しその他を探して引きちぎった写真版の行方を尋ねたいと思ったがそんな自由は許されるはずがなかった私は雑誌をそっと元のところに置いた所長の方を見るとまだ床の上にしゃがんで何かしている私は静かにそばに寄ってのぞき込んだ所長はしきりに床の上の厚いじゅうたんをさすっていた 見ると厚ぼったい絨毯が直径一寸ばかりの円形にすっかり色が変わっているのだそして手でこするとまるで焼け焦げのようにボロボロになるのだったと言って普通の焼け焦げでないことは一見してわかるのだ所長は私がそばに寄ったためか口の中でブツブツ何かつぶやきながら急に立ち上がったそして手を洗うために 部屋の隅のウォッシュスタンドに歩み寄って水道の栓をひねったが水は少しも出てこなかった所長は舌打ちをした「チュ存じているのか」すると扉の外にいたばあやがその声を聞きつけたと見えて「けさの寒さで凍ったのでございましょう」と言った所長はそれに返事をせず手を洗うのを諦めて 部屋の中央へ戻ってきた。その時に一人の刑事が何か発見をしたらしく西洋封筒用のものをつかみながら急ぎ足で部屋に入ってきた「所長これが書斎の机の引き出しの中にありました」「所長は封筒用のものを受け取って中から四角い紙切れを取り出したがまたドイツ語か」と言って私の方を向いて。 君もう一度読んでくださいそれは先刻見せられたものと全く同じ紙質の同じ大きさのものでやはりルンドシュリフトで書かれていた私は読んでいくうちにさっと顔色を変えたなんとその紙切れにはドイツ語でこう書いてあるではないか1922年 4月24日を思い出せああそうしてこれはなんと私の生年月日なのだどどうした君私のただならない様子を見て所長は質問するように叫んだ「1922年4月24日を思い出せ」と書いてあるのですそれは 私の生まれたのうんです。<う>所長は疑わしそうに私を見つめながらそのほかに何も書いてないかええ私は戦国警察署で同じような紙切れを見せられた時には少しも見当がつかなかったが今ははっきりと分かったこの紙切れは何者かが毛沼博士に送った脅迫状なのだ その紙切れには単に22年前を思い出せと書かれていたが後の紙切れにはちゃんと年月日が書かれているしかもそれが私の生年月日なのだ前の紙切れに書き加えられていた血液型のような記号は何を意味するのかもし私のことを暗示するのなら O×B 矢印 A でなければならなならいのだなぜなら私は O 型の母と B 型の父から生まれた A 型なんだから私は何が何だかわからなくなってきたしかしたった一つケヌマ博士の変死事件の渦中に私が引きずり込まれようとしていることは確かなのだ 3つの疑問昼近くになってようやく帰宅することを許されたのでズキンズキン痛む頭を押さえながらケヌマ博士邸を出たすると私はたちまち待ち構えていた新聞記者の包囲を受けた「君は誰ですかケヌマ博士は自殺したんですか?」博士には何か女の関係はなかったですか 彼らは鉛筆をなめながら、めいめい勝手な、無遠慮な質問を浴びせかけるのだった。かろうじてそこを切り抜けて下宿へ帰ると、そこにも記者が待ち受けていた。それから入れ替わり立ち代わり、各社の記者の質問を受けた。私はしまいには、大声を上げて泣きたくなった。2時ごろになって、やっと解放されたけれども、私は、 何を考える気力もなかった。すぐに布団を敷いてその中に潜り込んだしかし頭が非常に疲れていながらちっとも眠れないと言ってまとまったことは少しも考えられない今まで経験したり書物で読んだりしたことのうちで気味の悪い恐ろしいことばかりが次々に頭の中に浮かんでくるうとうとしては すすぐにはっと目を覚ますそんな状態で夕方を迎えた夕方には私は起き上がったそうして外に出ると重なる新聞の夕刊をすっかり買い込んで帰ってきた誰でも経験することだろうが自分が少しでも関係したことの新聞記事というものは実に読みたいものだ言わんやよくわからないながらも重大な関係のあるらしい事件なのだから 私はむさぼるようにして読みっったのだった。のだ自分が実際に関係して警察署に呼ばれ尋問をされ現場まで見ていながら事件の詳しい内容については全然触れることができないでかえって新聞記事から教えられるということはいかにも皮肉なことであるけれどもその通りなのだからどうも仕方がない新聞の記事はいずれも大同小尉だった。 その中から拾い集めた事実を総合するとケヌマ博士の変死事件は次のようだったケヌマ博士は今朝8時寝台の寝室の上に冷たくなって死んでいるのが発見された部屋の中にはガスが充満してストーブに連結された螺旋管はガス管から抜き放されガス管からは現に猛烈な勢いでガスが噴出していた 死体は死後78時間を経過し外傷等は全然なく全くガス中毒によるものと判明した博士は前夜 M 高校出身の医科学生の会合に出席して非常に命定して学生の1人に送られて10時半ごろ家に帰って寝についたのだが一旦寝台に横たわってから一度起き上がって扉に内側から鍵をかけた形跡が歴然としていたので その際、誤ってガス管を足に引っ掛け、抜け去ったのを知らないで寝たために、この惨事を起こしたものとみられている。しかし一方では、博士が最近に脅迫状らしきものを受け取り、不安を感じていたらしく、護身用のオートマチックを携帯していた事実があり、かつ、冷水していながらも扉に鍵をかけることを忘れなかった点、および扉に鍵をかける気力のあるものが、 ストーブを蹴っ飛ばしてガスの放出するのに気づかないのはおかしいという説も生じ当局では一層精査を遂げるよしである死体は現場における警察医の検視でガス中毒になることは明らかであるが前述の理由によって大学に送って解剖に付することになった法学院の権威笠上博士が執刀されるはずだったが都合で宮内助教授がそれに当たることになった 新聞で見ると当局もケヌマ博士の死因については一末の疑惑を持っているらしいのだケヌマ博士の死は警察医の推定では死後78時間とあるがこれは午前8時頃の診断だからやはり博士の死は前夜の12時前後となり私が帰ってから2時間以内の出来事であることは確からしいあのガスストーブから近々2時間足らずのガスの漏洩で 果たして死ぬものだろうか新聞にはこのことには少しも触れていないけれども私は第一の大きな疑問だと思うのだ。第二にこれは私以外の誰も知らないことであるが例の雑誌の写真版が破り取ってあったことで私が出てからケヌマ博士が起き上がって破り取ったものでなければ誰かが入ったものと見なければならない。しかしかそのものもは どういううい方法で忍び込んだのだのろうか。扉には内側から鍵がかかっていたというから博士の許可を得て入ったものと考えざるを得ないそれとも博士が未だ鍵をかけないうちにそっと部屋に忍び込んで写真板を破り取りまたそっと出て行ったその後で博士はふと目を覚まして起き上がって扉に鍵を下ろしたのだろうかそれにしても 学術上以外に何の価値もない薄気味悪い医師の写真などを一体誰が欲しがろうというのだそうすると写真はやはりケヌマ博士自身が破ったのかもしれないいずれにしても写真版の行方は相当重要な問題である第3にはあの奇怪な脅迫状だ私の生年月日が書いてあったが あれは偶然の暗号だろうか。偶然の暗号にしてはあまりピタリと合いすぎるけれども仮にそうとして一体何を意味するのか考えれば考えるほどわからないことばかりだ私はふと思いついて本箱の奥の方に突っ込んであった無機化学の教科書を引っ張り出して一酸化炭素のところを調べてみた我々が燃料に使っているガスは 石炭ガスと水性ガスの混合で約パーセントの一酸化炭素を含んでいるこの一酸化炭素は猛毒性のもので燃料ガスに中毒するというのはつまりこの一酸化炭素にやられるのである教科書の一酸化炭素の項には次のように書いてあった「無色無臭の気体で極めて激しい毒性がある」 空気10万用中に1腰を含むと呼吸者はすでに中毒の兆候を表し800用中に1腰を含むものであると30分くらい1%を含むものでは近々2分間で死を致すという一酸化炭素が吸収せられると血液中のヘモグロビンと結合しヘモグロビンの機能酸素の運搬を失わしめる私は 鉛筆と紙を出してざっと計算してみたケヌマ博士の寝室はだいたい12畳くらいだったから12尺に18尺とし天井の高さを18尺とすると部屋の容積は約2200立方尺になるガスストーブの噴出量ははっきりわからないがあれくらいのものでは私が経験したところによると最大1分5リットルを出ないと思う すると1時間に300リットルになり約10立方尺である仮にケヌマ博士の死が夜中の1時に起こったとしても噴出時間は最大2時間半で25立方尺であるガスの一酸化炭素含有量を8%とすると2200立方尺の空気に対し0.1%以下となるこれが2時間半後に達する最大濃度であるから ここではまだ死が起きえないと断言できると思うもっとも博士の絶命時間についてはいまだ正確にわからないから解剖の結果を待たないと結論は早計であるかもしれないがこれを見ると博士の死は変なことになるのだと言って私には博士が他のどんな原因で死んだかということについては少しも見当がつかない外傷も何もなく 明らかに一酸化炭素の中毒で死んでいたものならガス中毒と見るより以外にないのだ私の頭はまた割れるように痛くなってきた私は鉛筆と紙を放り出して畳の上にゴロリと横になったちぎった写真版翌日学校へ出るのが なななんとなくうろめたたいような気持ちだった無論何にもやましいことはないのだが顔を見られるのが不愉快なような気がしたみんなはケヌマ博士の死のことを盛んにうわさしあった新聞記者ほどではないが私に無遠慮な質問をする者が少なくなかったこの日笠上博士の講義があったが先生は最初に毛沼博士の不慮の死を哀悼すると言って すぐいつものとおり講義を始めようとされたするとクラスの一人が「先生ケルマ先生の死因はガス中毒ですか?」と聞いた笠上博士はじろりとその学生を眺めて「たぶんそうだと思います」「実は死因を確かめるために私が解剖を命ぜられたのですけれども思うところがあって辞退して宮内くんにやってもらうことにしました」 先刻ちょっと聞きましたらやはり一酸化炭素の中毒に相違ないということでしたいつの場合でもそうだが今日の先生はいつもより一層禁厳な態度だったのでヤジ学生もそれ以上ヤジ質問をすることができず黙ってしまった私はふと絶命の時間について聞いてみようと思ったが時間中でなくてもいつでも聞けると思い直して口を開かなかった 先生は講義を始められた。思いなしかいつもほど元気がないようだった同僚の不慮の死にあって心を痛めておられるのだろうと私はひそかに思った放課後私は先生の教室に行った「賢沼先生が大変なことになりましてええ大変なことでしたしかし

正確に一点を指すことはできませんから、通常相当の間隔を取るものです一時の方に近いのでしょうね仮に一時としても私が先生を最後に見てから二時間半ですけれどもその間放出したガス量で中毒死が起こりましょうか起こりましょうねと言ってちょっと言葉を切って考えて少なくとも しのょうにはなりましょうそうすると真の死はそれ以後に起こるわけですねそういうことになりましょうねすると死亡時刻はと言いかけるのを先生は軽く遮ってそれは難しい問題ですことにガス中毒の場合は一層難しいでしょうそうなんですか私は少し変だと思ったが 法医学の権威が言われるのだから、承服せざるを得なかった。それはそうとして、先生は意味ありげな目でじっと私を眺めながら、少し話したいことがあるんですが、今日でも宅へ来てくれませんか。ええ、お伺いいたしましょう。何の話だか見当はつかなかったけれども、私は即座に承知した。先生の宅へ行って、 色々話を聞くということはそのころの一番楽しいものの一つだったのであるその日の夕刊にはもう毛沼博士のことは数行しか出ていなかった死体解剖の結果一酸化炭素中毒による死であることが判明して当局は前後の事情から過失によるガス中毒と決定したということだったその夜私は笠上博士を訪ねた 博士は大変喜んで私を迎えていつもの通り書斎でいろいろ有益な話をしてくれたが今日の昼なんとなく意味ありげに言われた話については少しも触れなかったもっともこっちの思いなしかもしれないが時々先生は話を始めかけようとしてはすぐ思い返しては学問上の話に戻られるのだったそんなことが23回あったが 先生はとうとうと何にも言われなかった。後で考えると後で考えるとこの時に先生は私にもっと重要な話がしたかったらしいのだしかしどうしてもそれを言い出すことができないでそっとため息をついては他の学問の話を続けておられたのだ私がもう少し早くそのことに気がつけば こちらからかか積極的に尋ねかけて詳しい話を聞いたものを私がぼんやりしていたばかりに引き続いて起こる悲劇を防ぐことのできなかったのは実に遺憾極まることではあったケヌマ博士の葬式は笠上博士が葬儀委員長になってすこぶる盛大に行われた何しろすこぶる社交的な先生で実社会の各方面に友人があったから 改装者も2,000名を超え地名の死だけでも数百名を算したしかしそれはちょうど線香花火のようなもので葬式が済んでしまうと妻もなく子もない先生の後は文字どおり火の消えたように寂しくなった交流が派手だっただけそれだけあとまでもしんみり見ようという友人はほとんどないのだった1週間たち 2週間経つ自分にはもう多くの人は毛沼博士のことなどは忘れてしまった学校も学生も友人も世間の誰もがもう毛沼博士の存在を忘れてしまっていたもし誰かが毛沼博士のことを聞いたら「えっ毛沼博士そうそうそんな人がいましたね」と返事をしたに違いない もし沼博士の死をいまだ覚えているものがあるとしたらおそらくそれは私一人だったろう私がひそかに抱いていた3つの疑問は日がたってもなかなか消えなかったことに例の脅迫状の文句は日がたつにつれてかえってますます私の脳裏にその鮮明の度を増していくのだった22年前をう期せよ それから私の生年月日それが私に全然無関係のものとはどうしても考えられないのだ。しかしもし私が次の出来事に遭遇しなかったら私も結局はやはり世間一般の人と同様ケヌマ博士のことは忘れるともなく忘れてしまったろう。しかし運命はそれを許さなかった。私は。 一層苦しまなければならないようになったのだケヌマ博士の死後半月ばかりだったと思う私はいつものとおり笠上博士の宅を訪ねた前にも述べたとおり私たち二人の親密の度は1回ごとに加速度をもって増していったそれはむしろ先生の方から積極的に近づいて来られるのだった無論私も 親しくすればするほど先生の慈愛深い点や正直一方のところやいろいろの美点を認めて敬愛の念を深めていったけれどもしまいには先生が教えるというよりはまるで親身のようになってしかも私がもし離れでもしたら大変だというようにして自ら屈してまで機嫌を取られるのがはっきりわかるほどになった。 それが毛沼博士の死以来ますます激しくなってそれはまるで恋人に対するような態度だった私は内心薄気味悪くさえ感じたのだったさてその日はいつもの通りいろいろ話し合った末晩餐のごちそうにまでなったがこの時は夫人も一緒だったこれも一つの不思議で世間に噂を立てられたほど夫人によそよそしかった先生が この頃では次第に態度を変えられて、夫人にも大変優しく親切にされるようになっていたそれがやはりケヌマ博士の死を境にして急角度に転向してさすがに言葉に出してちやほやはされなかったが普通一般の夫よりももっと夫人に対し忠実になられたのだった夫人の方ではそれを喜びながらもかえってあまり激しい変化に 幾分の恐れを抱いておられるようだった今までは食卓を共にするなどということは絶対になかったのだがこの時は私と3人で快く会食せられたのである会食後夫人は後片付けに台所へ下がられ先生もちょっと中座されたので私は何心なく机の上に置いてあった先生の著書を取り上げてパラパラとページをくっているうちに その間からパラリと畳の上に落ちたものがあった私は急いでそれを拾い上げたが見るとそれは先生が大変欲しがっておられた例の雑誌の写真版だったいつの間に手に入れられたのか知らんと思ってじっと眺めると私はハッと顔色を変えた写真版の隅の方が欠けているではないか 切り口もいギギザギザしている。明らかにハサミな謎で切り取ったのではなく手で引きちぎったものだしかもその欠けている隅が私にははっきり見覚えがある確かにケ毛は博士のところにあった雑誌にその欠けた隅が残っているはずだもしその写真版をあの雑誌に残っている切れ端に合わせたら 寸分の狂いもなくぴたりと一致するに相違ない私はあまりに意外な出来事にぼうぜんとその写真版を見つめていたそれでいつの間にか先生が帰ってきて私の背後にじっと立っておられるのを知らなかった私が振り向くと先生は青い顔をしてたたずんでおられたがはっとしたように「ああ。 君に言うのを忘れていたがその写真を見つけましたよ」と何気なく言ってそのまま元の座に着かれたがその声が怪しくかすれているのを私は聞き逃さなかった私はしかし何事もないように答えた「そうでしたか私も一生懸命探していたのですがとうとう見つかりませんでした」「出入りの風呂本屋が見つけてきてね」 ほかの記事は別に欲しい人があるというので私は写真版だけあればいいのだからあとは持たしてやったのです私には博士が明らかに嘘をついていることが分かったもし古本屋が雑誌を持ってきて切り取ったものならこんな乱暴な取り方はしないはずであるいっそ嘘を言うのなら初めから古本屋が写真版だけを持ってきたと言えばいいのに 平素正直な博士は、突然にそんなうまい嘘は言えなかったのだ。博士は、なお弁解を続けられた。君に頼んであったのだから、見つかったことを話すべきでしたね。ついうっかりしていてすみませんでしたね。どういたしまして。私は写真版を元の通り本の間に挟んで机の上に戻すと、すぐに話題を他に転じた。 先生もそれを喜ばれるように二度と写真版のことについては話されなかった私はともすると心が暗くなるのを禁ずることができなかった先生には努めてそれを隠しながらそこそこに私は帰り自宅をしたのだった盗んだものは 写真版の発見は私の心にひどい重荷を背負わせた笠上博士のところにあった写真版が毛沼博士の寝室にあった雑誌から取り去られたものであることは疑いを挟む余地がないあの雑誌は数が大変少なくて笠上博士と私ができるだけの手を尽くしても手に入らなかったものであるそれも 笠上博士のところにあるものが完全な切り抜きだったら問題はないが隅の方が欠けていて乱暴に引きちぎった形跡が歴然としているのだもう一冊あの雑誌があってそれから無理やりに写真版を引きちぎりちょうど同じように片隅が雑誌の方に残ったとしたら別問題だがそんなはずはありようがない第1雑誌そのものの数が非常に少ないのだし 写真版は大変貴重なものだし、そんな乱暴な切り取り方では普通の場合では誰もしないだろう。仮に破り損なったとしても、破片は破片で別に切り取り、裏打ちでもして完全なものにするはずだ。写真版は、ケヌマ博士の寝室にあった雑誌から引きちぎられたものに相違ないとして、さて、何人がそれをやったか。 もし全然関係のない第三者がそれをやったとしてそれが笠上博士の手に入ったものなら博士はその経路について嘘を言われる必要は少しもないおそらく手に入った日に私だけにはニコニコして「君とうとうあの写真が手に入りましたよ」と言われるべきである博士が写真版を手に入れたことを私に隠して 偶然私が見つけると嘘を言われたところを見ると博士が写真版を手に入れた手段については次の2つより他には考えられないすなわち1博士自らが不正な手段で写真版を入手されたか2第三者が不正の手段で入手しその事情を博士がよく知って買い取られたか12のいずれにしても誰かが ケヌマ博士がガス中毒で死んだ夜私が部屋を出てから室内に忍び込んで写真版を盗んだ者にそういないのだ仮に第三者がそれをやったとするとその場合には次の2つが起こりうるすなわち1博士に頼まれて盗みに入ったか2他の目的で忍び込み偶然写真版を見つけて 情を明かか。して博士に売りつけたか「一の場合は私は否定したい」「なぜなら笠上博士はケヌム博士のところに目的の雑誌があるということについては全然知られなかった」「もし知っておられたら私にその話があるはずだと思う」「仮にそのことを知っておられたとしても博士は欲しければ直接ケヌム博士に頼んだであろう」 そんなな話も私は全然聞いていないて仮に毛沼博士が拒絶したところで笠上博士は人に頼んで盗ませるようなことをする人では絶対にない写真版そのものも貴重なものには違いないがそんなリスクに値するほどのものではない2の場合であるが笠上博士がそんな不正な事情のあるのを承知で買い入れられるかどうか疑わしい 一のところで述べたとおりそれほど値打ちのあるものではないのだ情を知らないで買われたものなら私が見つけた時に即座に「ああそれは誰それが持ってきてくれましたね」とか「誰から買いましたよ」とか言われるはずだこういうふうに考えると「一、二とも起こりえないと思うすると 前に戻って第三者が手に入れてそれを博士に渡したという考えは成立しないから勢い博士自らが直接入手せられたという結論に到達する私は当屋の博士の行動を思い浮かべてみた笠上博士はケヌマ博士より一足先に帰られたそのまままっすぐに家に帰られたかどうかそれが問題だ仮に 笠上博士に何か目的があるとして一足先に会場を出て毛沼博士の家に先回りしているとする毛沼博士はぐでんぐでんによって玄関にへたばりばあやと女中と私の三人で大騒ぎをして寝室に担ぎ込んだのでその間玄関は開け放しになっていたしそっと忍び込んでどこかの部屋に隠れていることは大した困難もなくできることである私が帰って バヤと女中が毛沼博士の脱いだものを始末しながらペチャペチャしゃべっている隙に笠上博士はそっと寝室に滑り込むことができるそして雑誌から写真版を引きちぎって部屋を出て抜き足差し足で外に出るばあやと女中は少しも気がつかない毛沼博士はその後でふと目を覚まし扉の鍵をかけてまた元通り寝る 以上のことには十分可能性がある。しかし私はもう一度ここで同じことを言わねばならぬ仮に笠上博士が毛沼博士の寝室に忍び込んだりしてもそれはあの一枚の写真版のためでないことは分かりきっているあの写真版が毛沼博士のところにあることは笠上博士は知らなかったと思われるしもし知っていても あの写真版はそんな冒険に値するものではないでは笠上博士の目的は私はここで思わずぞっとした笠上博士が毛沼博士を殺さなくてはならない原因については何一つ心当たりはないがもし笠上博士が毛沼博士の寝室に忍び込んだとしたらその深夜の冒険は ケヌマ博士を殺すためではあるまいかそっと寝室に忍び込んでガス管を抜き放して逃げ出てくる可能だしかしそうなると内側からかけられた鍵はどう説明されるべきであろうケヌマ博士が目を覚まして鍵をかけたとするとその瞬間にシュッシュという音を発して 異様な臭気を発散しているガスの漏洩に気がつかないであろうか。鍵を下ろすだけの頭の働きを持っている人が、ガスの激しい漏洩に気づかないはずはないと思われる。しかしそうなると、鍵をかけようとしたときに、ガス管を蹴飛ばしてガスの漏れるのも知らないで寝てしまうということも、同じように考えにくいことになる。一体、酒に泥酔している絶頂では、視覚神経の麻痺によって、 少しくらいの刺激には無感覚のことはあり得るあの場合ケヌム博士が寝室に一人で飛び込みストーブを蹴飛ばしてゴム管を外しそれを知らないでそのまま寝台に潜り込んでしまうということは起こりえないことはあるまいしかし一定時間睡眠を取ればそれがたとえ三十分ないし一時間の短時間であってもよほど知覚神経の麻痺は回復するものだ むしろ知覚神経の麻痺の回復によって目が覚めるという方が本当かもしれないケヌマ博士が一旦寝台に横たわってからしばらくして目を覚ましたものとするともうよほど酔いが覚めているだろうからガス管を蹴飛ばしたりガスの漏えいに気がつかないということはないはずだそれに博士はそれほど泥酔はしておられなかった現に 洋服を脱いで寝巻きに着替えるだけの気力があったのだし私に「帰ってくれたまえとちゃんと言われたのだから人事不詳とまでは言っていない第一それほどの泥酔だったら朝までぐっすり寝込んで目は覚めないはずである遅くとも1時までに1回起きて寝室の扉に鍵を下ろされたということが酔いが比較的浅かったことを示しているではないか 考えても考えても考えきれぬことである循環小数のように結局は元の振り出しに戻ってくるのだああ私は早くこんな問題を忘れてしまいたい幽霊かだが私は忘れることができなかった呪わしい写真版よ 私はあんなものを見なければよかったのだ。無論私は笠上博士をどうしようというのではない。それどころか私は博士を師とも仰ぎ親とも頼み心から尊敬し心から愛着しているのだ。もし博士を疑うものがあったら私はどんな犠牲を払っても弁護したであろう。次第によったら命だって投げ出していたかもしれぬ。 それでいながら私は博士に対する一末の疑惑をどうすることもできないのだ私は疑惑というものがどんなに必要なものかどんなに宿命的なものであるかをつくづく誕生ざるを得なかったよし笠上博士が実際にケルマ博士の寝室に忍び込まれたとしてもどんな恐ろしい目的を抱いておられたことが分かっても私は 笠上博士を告発しようなどという考えは毛頭ないのだ仮に博士がそういう場合に遭遇されたら私は身代わりにさえなりたいと思うそれでいながら疑いはどうしても疑いとして消すことができないのだった私は知りたかったどうかして笠上博士の秘密が知りたかった博士がケヌマ博士の寝室へ忍び込まれた理由と それからあの機械な脅迫状の秘密が知りたかった私はもはやあの脅迫状が笠上博士からケヌマ博士に送られたものであることを疑わなかったドイツ語で書かれていた点といい血液型を暗示するような記号が書かれていた点といい笠上博士がケヌマ博士の寝室から紛失した写真版を持っておられる点といい笠上博士を除いては あの脅迫状の送り手はないと思うのだ両博士の間にはきっと何か秘密があるに違いないそれはおそらく夫人との三角関係に基づくものではないだろうかそんな三角関係などは24年も以前のことで上辺はとうに清算されているようだがきっと何か残っていたに違いないのだ恐ろしい疑惑 私はどうかして忘れたいと必死に努力したけれども、かえって逆にますます気になっていくのだった。今は寝ても覚めてもそればかり考えるのだった。このままでは病気になってしまうのではないかとさえ思うのだった。私は今はもう私自身の力でどうかしてこの恐ろしい疑惑を解かなければ、いら立つばかりで何事も手につかないのだ。 敬愛している笠上博士の秘密を探るなぞということは考えてみただけで不愉快なことであったが私はそれをせずにはいられなかった私は博士に気づかれるのを極力恐れながら何気ないふうで博士に問いかけたり夫人にいろいろ話しかけたりしたまた博士の過去のことを知っていそうな人にそれとなく探りを入れたりしたしかし私はほとんど得るところはなかった 私はまた、ケヌマ博士の返信の起こった当夜の秘密をどうかして解こうと努力した。何といっても根本的な不可解は、寝室のドアが内側から鍵がかかっていたという点にあるのだ。私は無論、新聞記事だけで満足しているわけにはいかぬ。私はたびたびケヌマ博士邸にいたバあやに会って、その真実性を確かめた。バあやが固く証言するところによると、 扉は間違いなく内側から鍵がかかっていたのだった窓ももちろんみんな内側から締まりがしてあった鍵は上にちゃんと差し込んだままだったという私は探偵小説に出てくるトリックを思い出した外側から内側の鍵をかけるということについては海外の探偵作家が一生懸命に脳症を絞って23の考案をしているしかし それはかなり実際に遠いもので私が覚えているケヌマ博士の扉についてさらに詳しくバーヤの説明を聞くとそれらの作家の考案は決して当てはまらないのだったケヌマ博士が閉ざされた密室で倒れていたことは覆うべからざる事実だった警察当局がガス漏出による過失死と断じたのは当然すぎることだっただがガス管がいかにして外れたか またケヌム博士はどうしてそれに気づかなかったかそれからあああの忌まわしい写真版はどうして笠上博士の手にあったかもしこのままの状態で進めば私は全く気違いになるか自殺するより他はなかったかもしれぬだが私は幸運にもふとした発見によってそうなることを免れたのだったそれは 写真版を発見して5日ばかりつまり事件が起こってから20日ばかり経った時だった私は下宿に帰って足はひどく汚れていたのでいつもと違って台所の方から上がったその時に目に触れたのは普通にメートルと称しているガス計量器だった赤く塗った箱型の乾式計量器であるがこれには大きなコックがついている このコックを閉めればどんな部屋のガスも止まってしまうのだガスストーブなんか使用していないこの下宿ではおかみさんが女中にやかましく行って毎を寝るときに必ずこのコックを閉めさせているそうしておけば過失によるガス漏洩なんかないわけで安心していられるのだしかしシやガスストーブを使用している場合にはこのメートルのコックを閉めるわけにはいかない 仮にししめたとしたとらストーブは消えてしまうここまで考えた時に私は飛び上がった黄金の王冠の真偽を鑑定すべく命ぜられたアルきメですがシ案に余って湯に入った時にザッと湯のあふれるのを見てハッと思いついて「幽霊か幽霊か!」と叫んで湯から飛び出したという故児は聞いていたが今の私は確かにこの幽霊かだった。 仮にストーブに火がついている時にメートルのコックをひねれば火は消えるではないかもう一度ひねればガスがどんどん噴出するではないかすこぶる簡単なことだ笠上博士には限らないある人間は私やばあやたちがケルマ博士の寝室にいる間にそっと家の中に忍び込んで息を凝らしている 私たちが部屋を引き上げるのを見せますとまず台所のガスメートルのコックを閉めるそれから寝室に入るそれからガスストーブの管を抜くその時には無論ガスの漏出は起こらないケヌマ博士は何かの理由で目が覚めて起き上がって扉に鍵を下ろすその時にはストーブに火はついていないがガスも漏れていないから博士は何にも気づかずに 再び寝台に横に横なる。博士が再び眠りに落ちた時にある人間は台所のメートルのコックを元通りに開けるそうすれば寝室内には盛んにガスが漏れるではないかこの説明のうちにやや不完全と思われるのは博士が起き上がって扉に鍵を下ろすであろうことをある人間がどうして予期することができたかまた どうしてそれがなされたことを知ったかということと二度目に寝ついた博士がやがて起こったガスの漏出をどうして気がつかなかったということであるさらに以前から残っている大きな疑問として博士の死がなぜ近々二時間足らずの間に起こったかということであるがこの事実と今の講談の疑問とを結びつけてみるとケヌマ博士はおそらく。 二度目に寝台に横たわると間もなく死亡しその後でメートルのコックが開けられたものではないかと思えるガスがいかに収集音を立てて漏れてもすでにその時に死んでいれば気がつくはずがないそんな博士の死はどうして起こったかそれは簡単である博士の死は一酸化炭素の中毒で起こったことが 権威者によっててちゃんと証明されている。だから無論一酸化炭素の中毒で死んだのに違いないのだだが博士の死の起こった時にはガスの漏出はおそらくまだ始まっていなかったろうと考えられるしよし始まっていたとしてもその総量に含まれる一酸化炭素の量は致死量にははるかに不足していたとすれば。 2から1を引いて1になるように一酸化炭素が別の方法で送られたことは明白極まることであるケヌは博士の死は密室に一酸化炭素を送ることによって遂げられたのだガスストーブの管が外れガスが漏出していたのは博士の死が燃料ガス中の一酸化炭素によって遂げられたように誤解させるトリックなのだところで 猛毒気体の一酸化炭素はどうして室内に送り込まれたかここで私はまた重大な発見をしたそれは当時ほんのわずかに脳裏をかすめたことにすぎなかったのだがその事実はふと適時に脳膜上にひらめいたのだ一酸化炭素の発生法はそんなに難しくはないしかしそれには装置が必要だし硫酸のような劇薬も必要なら 加熱もしなければならない他人の家へ忍び込んで発生させることは容易ではない仮にそれらの装置や薬品類を持ち込んだとして密閉された部屋へ送ることは困難だ少量で有効にするためには犠牲者の近くできるなら鼻の辺りに送らなければならないがそれには室外からゴム管をつけなくてはならない天井裏に潜り込んでも 通風口には細い目の金網が張ってあるから、ゴム管を垂らす余裕がないそれに空気より幾分軽い気体だから上部から送るのでは効果が薄いガスを普通にボンベあるいはバブといわれる鉄製の加圧容器に圧縮して入れておけば圧力が加わっているから室外から室内に送ることは可能だがこれとても管を室内に入れているのでなくては うまく目的は達せられぬ。その上に容器は厚い鉄で作ってあるから非常に重くてそれを一人でもって他人の家に忍び込むことはまず不可能である残るところは液化ガスだこれならばデュアー瓶俗に魔法瓶というのに入れていけば持ち運びはすこぶる簡単だそうしてこれなら天井の通風口から垂らせば 床の上に落ちてあるいは落ちないうちに気化して十分目的を達することができるただ一酸化炭素の液化は非常に低温においてのみ行われるので臨界温度零下139度沸点零下190度である二酸化炭素と違って普通には見られないのである二酸化炭素すなわち炭酸ガスと呼ばれている気体は容易に液化できるから 臨界温度31度消火点0下79度であるサイフォンと言われている家庭用炭酸水製造機に母子よりも小さいボンベに液状となって使用されているけれども一酸化炭素も液化できないことはない空気中1%を含んでも2分間で死ぬというのだから純粋なものだったらほとんど即座に死ぬだろうところで 私が液化一酸化炭素に着眼したのはなぜかというのに事件の起こった時に警察署長と現場へ行ったがそこで署長とそれから私も現場の寝台付近にあった絨毯が直径一寸ばかりボロボロになった穴が開いていたのを認めたそれは一見焼け焦げのようでそれとは違っていた液体空気の実験を見た者は誰でも知っているとおり液体空気の甚だしい低温は それに触れたものから急速に熱を奪い去るから皮膚に触れればやけどのような現象を起こしゴムまりなどの陶器のように硬くなって叩きつけると粉々になってしまう液化一酸化炭素はその低温の度は液体空気と大差ないから仮に絨毯の上にこぼれたらそこは必ずボロボロになるに違いない当時はちっとも気がつかなかったがボロボロになった箇所は寝台の頭部に近く 天井の隅のの隅通風口の真下下ではないいが、ごく近い下にあった。〈それからもう一つ〈当日ウォッシュスタンドの水が凍りついていたがその朝は東京地方は稀な極寒だったのでそのために凍ったのだとマーヤが説明し誰もその説明で満足したが〉〈考えてみるとその時はすでに10時だったし気温はかなり上昇していたからあの時まで凍結していたのはおかしいのだ〉 手洗い場は寝台のの頭上上延長上にあり、通風口は寝台の頭上と手洗い場の中間に空いていたから非常に低温な液化ガスが気化するに際して周囲から急激な熱を奪ったために水が凍結したのだろうと考えられるこの場合は凍結の度が広範囲に及ぶから鮮熱の発散のために容易に元の状態に帰らないだろうことは十分考えられると思う。 以上の説明で不完全ながらも犯行の方法は分かったと思うしかし犯人は何者か犯罪の動機は脅迫状の意味はそれから犯人が寝室に入ってきてから被害者が自ら立って扉に鍵を下ろすまでの行動はそんなことは少しも分かっていないのだ解決したというのは ほんのの部分的なもので、疑問はそれからそれへといくらでもあるのだ私はやっぱりいまだ苦しまなくてはならないのだ笠上博士の遺書私は前に述べた発見をしてからなお1週間ばかり苦しみ続けたそうして突如として 笠上博士夫妻の自殺という例えようのない恐ろしい事実にぶつかってしまったのだ私はこの知らせを聞いた時には全く一時失神状態になってしまった笠上博士の遺書は公開のもの一通と別に私に宛てたものが一通あった公開のものにはゆえあって夫妻で自殺するということと遺産はすべて私に譲り その代わり、葬式その他死後のことは一切私に依頼するということが書いてあった私に宛てたものは1年間は絶対に公表してはならぬものでありこの話の冒頭に述べたとおり私はこれを読んだ時にすぐさま博士夫妻の後を追って自殺しようと思ったのだったしかしかろうじてそれを思いとどまり博士夫妻の亡き後をえこうしながら 苦しい1年間を送った今や私はそれを発表しようとしているこの遺書が発表されたらどんな影響を社会に与えるだろうか私は再び新聞記者の群れに取り巻かれることだろうまた私の両親はどう考えるだろうそれが私は恐ろしい私は次に博士の遺書を掲げて この物語を終えるとともにそっと誰にも知らさないでどこかへ旅立つつもりだしかし私は博士の教えを固く守って決して自殺などはしないだろう宇沢賢一様笠上静雄あなたとは短い交際でしたけれども心から親しむことができて 私はどんなに幸福だったでしょう。この点だけは私は深く神に謝しております。さて私はこれから次に述べるような理由で妻と一緒にあの世に旅立ちます。あなたはきっと悲しむでしょう。どんなに悲しむでしょうか。私はそれを一番恐れています。しかしあなたは 善と優位な青年であなたの両親に対しまた私たち夫妻に対し国に対し社会に対し大きな責任を持っていることを自覚してください私たち夫妻は忌まわしい運命のもとに死を急がなければならないようになりましたが私たちはあなたがこの世に生き残ってくれることを唯一の慰み 唯一の希望として死んでいくのですくれぐれもお願いいたします決して無分別な考えを起こしてはなりません私たち夫妻の願いですどうぞこの点だけは固く守ってくださいあなたが立派な人になって私たち夫妻の後を弔ってくださればそれこそ清掃の何万回のありがたい度胸にも勝るものです さて何から話していいでしょうかあなたは私とケヌム博士との苦しき因縁についてはあらかたご存じだと思います二人はごく近いところに生まれ大学を卒業し教授となるまで全く同じ道を通ってきましたあらゆる点に競争相手だったことはやがてお互いの身をなくす原因になったのですしかし これはお互いに運命づけられてきたことですから今更悔やんでもしかたがありません大学を出てから私たちは一人の女性を間において必死の恋を争わなければなりませんでしたその女性が私の妻であることはご存じのことだと思いますご承知のとおり毛マ博士は非常に朗らかで社交的で話し上手です私は あらゆる点で毛沼博士とは正反対です。恋を争う上に私はどんなに不利であるかお察しください。妻も一時は全く毛沼博士に言惑されました。妻はその乙女時代に毛沼博士とは親しい友人のように自由に交際していました。私は戦望と嫉妬に身を震わしながらそれを打ち眺めているより仕方がなかったのです。 やがて彼女は毛沼博士が必ずしも表面上に現れているような人物でないことを悟り始めました毛沼博士は陰険な卑劣なすこぶる利己的な人間だったのです妻はようやく彼から離れようとしましたそうしてある日危うく重大な侮辱を受けそうになりかろうじてそれから逃れて もう再びケ毛沼博士に近づきませんでしたそうして私たちは間もなく結婚式を挙げましたケルマ博士は表面上私たちの結婚を喜んでくれまして贈り物もするし披露の席上では祝辞を述べてくれました私たちは当時は彼がそんなに恐ろしい悪人とも思いませんでしたからもはや私たちのことには わだかまりを持っていないものと考えていましたが、それは私たちがお人よしすぎるのでした。ケヌマ博士は私たちの背後で乱乱たる周年を目に輝かして復讐の機会をうかがっていたのです。そんなことを夢にも知らない私たちは大変幸福でした。妻はすぐに妊娠して結婚後一年経たないうちに私は。 かわいい男児の親になっていました私たちの不幸はそれから3年たたないうちにやってきましたご承知のとおり私はそのころから血液型の研究を始めましたそしてちょうどあなたがせられたように私自身妻子どもの血液型を調べましたところが私自身は A 妻は O であるのに 子供は B なのです何度調べてみてもその通りなのです学問の上では A 型と O 型からは絶対に B 型が生じないことになっていますもしこれに例外があるならば全ての血液型に関する研究は無価値になり最初からやり直さなければならないのですところが私の妻は 他のどんな低粛な妻よりもさらに低粛であって妻を疑うべき点は毛頭ありませんしかし私を父とし妻を母とする B 型の子は科学が許さないのです私は悲しいから科学者でした妻の見かけ上の低粛をもって科学の弾丸を覆すことはできませんでしたもっとも 血液型のの研究には未完成のところがあり、絶対性があるとは言えないかもしれませんがそうなると妻の低粛にも絶対性はありません例えば妻の処女時代また私が不在時あるいは外出時それらのものに科学以上の絶対の信頼のおけないことは自明の理であります私は反問しました 科学をを信信べべききか、妻を信ずべきか。妻私は日に日に憂鬱になり元から無口だった私は一層無口になりました私のなすべきことはただ一つですそれは血液型のより以上の研究ですもし結果従来の定説を覆すことができれば同時に妻の定宿が消極的に立証されるわけです 従来の定説が破れなければ妻は不定の落印を押されるのですケルマ博士との処女時代の深い交際危うく免れた危機早すぎる妊娠そうしてああケルマ博士の血液型は B 型なのです私はいかに努力しても妻に対して 日日に日によそよそそししくなるるのを禁ずることがでできませんでした。私はただ吉街馬のようにひたすら研究に没頭するばかりです妻には無論血液型のことについては一言も申しませんでした妻は私がよそよそしくなったのは私の本来の性格と研究に熱心になるためと返していたと思います彼女は私の冷たい態度に反して まますますす。てくにえれるのです「ああ私は妻の定縮が証明されるまで次の子どもをもうけようとさえしませんでしたのに生まれた子どもはこうか不幸か11の年に死にました私はその不幸の子のために今こそさんさんと涙を注ぎますかわいそうな子ども 父の愛を少しも味わわないで寂しく死んでいった子本当に哀れな子でした私の研究は進みましたしかしそれは妻の低縮を否定する材料ばかりですああ20年の長い間夫婦でありながら夫婦でない夫婦夫からは冷たい目で見られ疑われながら低縮を尽くし通した妻 ななんというかわいそううそ女でしょうだが私もなんとかわいそうな夫ではありませんか私たちはこうしてなお10年も20年も生きていかなければならなかったのですしかし天もいつまでも私たちに無情ではありません学生のうちにあなたが混じっていたということは私はただの偶然だとは思いません もしただの偶然ならあなたは他の学生と同じように決して私に近づこうとはしなかったでしょうまた血液型の研究を始めようと思ったり自分自身で父母定前の血液型を定めようとはしなかったでしょうすべては転移です決して偶然ではありませんああ忘れもしません私の最初の驚愕それは あなたが血液型を測定してあなたのお父さんが B 型でお母さんが O 型それにあなた自身が A 型だということを聞いたときです私は念のため自分で測定してみましたがやはりそのとおりでしたですがそれにも増して驚いたのはあなたが軽病院の産室で生まれたということを聞いたときでしたそして あなたの生年月日を調べたときの私の驚き、よくあのときに気が狂わなかったことだと思っています。ここまで書けば、もはやお気づきでしょう。私の死んだ子供も軽病院の病室で生まれたのです。そして生年月日は全くあなたと同じです。私の死んだ子とあなたとは同じ日に 同じところで生まれたのです。生まれたての赤ん坊は性別以外に著しい特徴はありません病院の産出では往々取り扱うものの不注意や思い違いから取り違えないとも限らないのですそれゆえ病院では着物に赤で印をつけたりあるいは番号をつけたりしていますアメリカの大都市の産院ではこの間違いを防ぐために 諸星児の指紋は取りにくいから側紋を取ることにしています。そういうわけで、軽病院でもむやみに生まれた子供を取り違えるわけはありません。そんな不注意や過失はないと思います。ですが、故意にやることは防げません。私たちの子供を故意に取り替えたもの。それは言わずと知れたケヌマ博士です。それは？ なんという無慈悲な残酷な復讐でしょう私はあなたの血液型のことを聞き軽病院で生まれたこと生年月日を知って及ぶ限りの綿密な調査をしましたその結果確かにケルマ博士の憎むべき関係であることが分かったのです軽病院では整形外科の手術室のすぐ前に算出があります当時ケルマ博士は。 整形外科の医院に友人がありうまく頼み込んで妻が出産をする前夜に始終整形外科に出入りしていることが判明しましたそれに私の死んだことあなたが元通りになればその結果は学問上の弾丸と何ら矛盾しないようになるのです復讐の手段にことを書いて何という不徳な破んな方法でしょうそれによって 私たち夫妻はどんな苦しみを受けたことでしょう。そうして場合によっては死ぬまでその苦しみを続けなければならなかったのです。彼に報いるもの死以外には何者も,もないではありませんか。しかし漫然と彼を殺すことは意味のないことです。彼に何によって死を与えられるかということを十分知らさなければなりません。 私は彼に私たちの子供の生まれた時を思い出さしめかつ血液型を暗示するような記号を書いた書面を送りましたそれは確かに手応えがありました彼はひどくうろたえ始め護身用のピストルを携帯したり部屋に鍵を下ろしたりするようになりました彼は無言のうちに非道の処理を告白したのです あの夜私は彼の家の中に潜んでいてあなたが帰られると入れ違いに彼の部屋に入ってあるトリックをガスストーブに加えましたその時にふと机の上の雑誌に目がつきその中の写真版を引きちぎったのは浅はかな処理でしたそのために後であなたから疑われる結果になったのですストーブにトリックを加えた後 私はおもむろに毛沼を揺り起こしました彼が目を覚ましてドキンとしながら慌ててピストルを取り上げようとした手を押さえてかつての日の彼の関係を責め近く復讐を遂げるぞと宣言し彼がキョロキョロしている暇にたちまち部屋の外に出ました彼は予期したとおり声を上げて歌人を呼ぶようなことはなくすぐに立ち上がって 内部から鍵をかけました。これで私の思う壺です。彼が再び寝台に横たわるのを待ち、ある方法で毒ガスを送り、ストーブから燃料ガスを放出させました。詳しい殺害方法は書きたくありません。よろしくご推察ください。私のトリックは成功しました。あなた以外、誰一人とて死因を疑ったものはありません。 過失にによるガス中毒死とということになったのです。私は最初ケルマ博士が暗黙のうちに卑劣な方法で私を苦しめたのですから暗黙のうちに復讐を加えて知らぬ顔をしていようと思っていましたしかしやはり両親が許しませんでしたそれにあなたが気づいたらしいことが大変恐ろしかったのです 私はやはり自決することにしました。薄明な妻は私の話を聞いて、一緒に死にたいと言いました。私はついにそれを許しました。私たち夫妻の願いとして、生前一言、あなたが私たちの真の子どもであると名乗りたかったのです。そして何回かそれを言いかけましたが、 やはり言えませんでしたなぜなら私は縁あって私の子になったものにあまりに冷たかったのですしかもそれをなくしてしまいました今あなたを私の子だなどと言ってはあなたのご両親に愛すみませんあなたのご両親はあなたを真の子供だと思って慈しみ お育てになったのです私の見たところではあなたはご両親にもまた定米の方たちにもあまり似てはおられませんそれにもかかわらず何の疑いもなく愛育されたのです私が疑い通し悩み通したのとどれほどの相違でしょうか死んだ子供に対し釣れなかっただけ私は ああなたのご両親に合わせる顔がありま,せんまたあなたを私たちの子だと言い張る勇気もないのです。ではさようなら最初にお願いしておいたことをくれぐれも忘れないように立派なそうして正しい人間になって幸福に暮らしてください。 ご視聴ありがとうございました。高賀三郎作の他の作品は、このようなものを朗読しております。合わせてご視聴ください。